第15代ノーフォーク公爵ヘンリー・フィッツ・アラン・ハワードは、イギリスの政治家、貴族。父が爵位を継承する1856年まで、マルトレーバース男爵。1856年から、自身が爵位を継承する1860年まで、アランデルサリー伯爵の儀礼称号を使用した。百四十七年十二月十七日、後に、第十四代ノーフォーク公爵となる。 アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アラン・ハワードと、その夫人オーガスタの間の長男として生まれる。幼少期には、父の友人であるカトリック聖職者、ジョン・ヘンリー・ニューマンから教育を受けた。1860年11月25日に、父の死去により、第15代ノーフォーク公爵クライと、ノーフォーク公爵家の接種職である、軍務伯を継承した。行為を継いだ時の年齢は13歳であった。 当初ケンブリッジ大学への進学を希望していたが、カトリックであるため断念し、代わりにグランドツアーに出てローマはじめヨーロッパ各地を回った。青年になった頃からカトリック差別撤廃運動に乗り出し、若きカトリック公爵として名を馳せるようになった。優秀な青年が、信仰ゆえにケンブリッジ大学やオックスフォード大学に進学できないことの弊害を訴え、 両大学の門戸を開かせる活動に尽力した。またカトリックの影響が強い植民地に国境界信仰を強制しないよう訴えた。イギリスとバチカンの友好にも尽力し、ビクトリア女王在位50周年式典の際にはバチカン施設の受け入れに奔走し、バチカンのレオ13世、生殖50周年記念式典にはイギリスからの当廉施設を務めた。また経験なカトリックとして、 積極的にカトリック教会への寄付を行い、ノーリッジ・カシードラルはじめ12の教会を私費で建設した。1886年にガーター・キシダンナイトに助せられた。貴族は貴族院に出席しないことが多いが、ノーフォーク公は貴族院に積極的に出席した。そのため1895年7月には、数密顧問館に列するとともに、 第3次ソールズベリー公爵内閣の郵政長官に就任している。しかしカトリックであるノーフォーク公を閣僚に任命することには批判が根強かったという。郵政長官として配達できなかった郵便物を無料で再配送できる制度を創設した。ノーフォーク公爵家が莫大な土地を保有するシェフィールドにおいても名士として活躍し、 1897年中には初代シェフィールド市長を務めた。また後にシェフィールド大学学長にも就任した。55歳の時には年齢を顧みずに、防和戦争に従軍して話題となった。議会法をめぐる審議では、貴族院の権限低下に強行に反対した。また、軍務博として、ビクトリア女王の体操、エドワード7世の戴冠式と体操、 ジョージ5世の戴冠式を取り仕切った。エドワード7世とジョージ5世の戴冠式はこれ以前の戴冠式とは比べ物にならないほど豪華を尽くしたものとなり、これ以降の豪華な戴冠式の前例となる。しかし彼の代の頃から王室関係の儀式は大貴族ではなく、政府や宮中官僚が仕切ることが増えていき、彼はしばしば敬遠されたという。ジョージ五世もノーフォーク公について、 彼は本当に魅力的で尊敬すべき人物なのだが実務家としては全く無能だと評したという。1917年2月11日に69歳で死去した。1881年10月1日のバニティフェア史に描かれたノーフォーク公の似顔絵。ノーフォーク公の提唱で19世紀末に土地調査が実施され、それによるとノーフォーク公の所有地は ヨークシャーとサセックスを中心に49,866エーカーに及び時代収入は年75,596ポンドという。この数字はノーフォーク公爵家が有数の王子主貴族であることを意味している。1860年11月25日の父、ヘンリー・フィッツ・アラン・ハワードの死により以下の借位を継承した。右からノーフォーク公爵夫人。 グベンドリン、次男、バーナード、長女、レーチェル。1877年に、フローラ・アベニー・コール・ヘイスティングスと最初の結婚をした。結婚式は、首相ベンジャミン・ディズレイルが出席したが、カトリックへの偏見が未だ根強い時代だったので、英国首相がカトリックの結婚式に出席したことは物議を醸した。フローラの実家はプロテスタントであったが、 結婚に際してフローラはカトリックに改収している。フローラとの間に長男アランデール白爵フィリップを設けたが、この長男は盲目にして精神障害者であった。ノーフォーク校は長男の介護に積極的に取り組み、やがて精神障害者介護の重要性に目覚め、精神障害者施設に多額の寄付を行うようになった。しかし、 結局長男は1902年に23歳にして死去した。ノーフォーク校はこれに意気消沈したという。フローラとも1887年に死別しており、1904年にグベンドリン・コンスタブル・マックスウェルと再婚し、彼女との間に第16代ノーフォーク公爵となる次男、バーナードや長女、レーチェルなど一難三女を設けた。ありがとうございます。